連休も最終盤となりますけれども、明日土曜日は広い範囲で天気が崩れる見込みです。雨や風の強まりにお気をつけください。でその原因、こちらが予想天気図です。で日本海に低気圧や前線が進んできます。でこの前線や低気圧に近い北日本ですとか西日本、こちらがまず朝から雨となります。でさらにこの前線、あさってにかけてゆっくりと南の方に下がってくる見込みでして、東日本の各地でも、まあ、だんだんと雨が降り出すと、こういった変化となりそうです。でその様子、こちら天気の移り変わりで明日の朝以降をご覧いただきますと、まあ、北日本ですとか西日本はもう朝から雨のところが多くなります。特に北日本などはザーザー降りといったところもあります。で日中にかけて東日本エリアはまだ雨の範囲が比較的狭いんですけれども、まあ、午後だんだんとこの範囲が南の方に拡大をしていく見込みです。関東の南部については夜遅くになって雨が降るぐらいで、日中はまだ天気は持つ、雨が降らないところが多い中、やはりですね、あさってにかけては広く崩れていくという変化となりそうです。でまた沿岸部を中心に風の強まりですね、これは西日本東日本中心に要注意ということになります。では天気のアイコンでまとめてご覧いただきましょう。まあ、広い範囲に雨のアイコンがついております。北海道は午後になりますとだんだん雨の範囲は縮小する見込みでして、晴れ間の覗くところが出てきます。東京は今のところ大きな雨アイコン、ただ夜遅くには雨の可能性が出てきます。まあ、それ以外のところは広い範囲で天気が崩れる見込みでして、まあ、外出の際には雨具は必須ということになります。一方気温なんですけれども、西日本ですとか東日本太平洋側を中心に25度前後とこういったところが出てきます。まあ、少しですね、湿気も高くなってきますので、まあ、むしっとした体感を感じられるかもしれません。まあ、服装ですとか、まあ、食品の衛生管理などは十分お気をつけください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。